どうも、高橋牛脂の白石です。黄昏の松岡です。僕らバズマフっていうチャンネルはですね、農林水産省の職員自らが作ってるチャンネルでですね、日本初の国家公務員 YouTuber としてしてるんですけど、3月までですね、九州の九州農政局っていう、まあ言えば支部みたいなところですかね、農林水産省の九州支部みたいなところで働いてて、はい、で今農林水産本省と僕らはいうね、霞が関で働いてるんですが、ぶっちゃけどうなっていうところはある。ああ、まあそうだね。ここでなんだろう、すごくいい職場です、こういう仕事して、すごくいい職場、いい職場とか言ったらさ、やっぱ真の PR にはならないと思う。そうだね、ちょっと怪しいしね。怪しいしね、うさんくさいしね。赤裸々にね、語ろうと思って。本省1ヶ月来て思ったことっていうのを、ちょっと何個かね、持ってきたので、ちょっと発表させてほしいんだけど。お願いします。ではまず一つ目ですね。はい。早朝から大人が廊下走ってる電車の時間とか分かんないからさ、もう2時間前とかに職場ついてたわけよ。なるほど、早っ。でもう廊下走ってる人いて、もちろん正規に働いてますからね。いや、これなんだけど、その、うん、やっぱりその九州の職場と比べて東京の職場って人が多いじゃん。九州農政局って600人ぐらい 1個建物にいたと思う。ここってだってもう1万とかでしょ。4,5,000 ぐらいじゃない全然違うすごい友達もたくさん増えて、同期とかもいろんな仲間ができるんだろうなと思ってたわけよ、うんうん、関係人口増えない全然増えない、うん、それはね、あるあるだ。いや、マジですれ違う人の数が増えるだけで、別に友達も増えてないし、そうです、結局仕事で接する人って決まってんだよね、うん、そう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 、まあそんな感じです、はい、で次、1日通して喋るの職場の人と中野さん中野さん誰？中野さん、この3人。どこの中野さん？いや、僕あの国家公務員寮に住んでますから、うん、知るかだから同居人がいるんですよ、うん、同居人の中野さんね、うん、知らんわはい、次行きます。はい、次のアダー、はい、あの本省来てめちゃめちゃ忙しそうにしてる人に、うん、こう喋りかけた時にこう言われる一言。ああ、なるほど。ちょ、国会当たってるんでこれ言われますね。まず国会当たってるんでって言えば、まあ、逆にその忙しくなくてもちょっとこの人と喋りたくないなっていう時はもう大体こうこれ言えば大丈夫あ、国会当たってる、国会当たってる、ではもう喋らなくて大丈夫あ、そうですかさあ、言っちゃう九州会みたいな23年間さ、九州住んでたからさ、やっぱ九州出て初めて九州の良さが分かるみたいなところあるじゃん。それはね、めっちゃある。そう、お水が美味しいとかさ、めっちゃあるよね。はい、出そう。これちょっとね、そのバズマフについてですよ、はい、定期シリーズが欲しい、毎週何曜日とかこう決まったりが欲しいなっていうね。で、野田さんと毎週撮れるかって言ったらなかなか難しいところがあるわけよ。野田さんもまさに国会とかがあったりするんで。そう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 、一緒にやろうよ定期のやつ、うん、いや、暇だからとかじゃないよ暇そうだからとかじゃなくて、言ってないやん来週の月曜から、うん、おかえりモネっていう NHK の朝ドラが始まる。朝ドラだよね。ヒロインの女の子が森林組合で働くっていうのがスタートで、はい、気仙沼の漁師町で物語が進んだりとかもあるらしくて、うん、農林水産業っていうのを勉強したりとか興味持つきっかけにもなるんじゃないかなっていうふうに思って、農水省ならではの深掘りとか考察をして、うん、ちょっとこう皆さんにお届けするみたいな感じや、どうだろうなと思って。あ、農水省職員だからさ、そこを活かして詳しい人とかもこの建物がいっぱいいるわけじゃん、うん、だからそういうのを頼って、俺らしかできない農林水産省職員のおかえりモネの考察みたいな。おお、うん、でこれだったらいけそうじゃない、はい、それでは来週日曜から出ていいのかな、おかえりモネ一緒に見ましょうよろしくお願いします。お願いします。